会のこの堂々142っていうのはここで終わりのようですね。で、左右どっちも同じ番号の堂々ではない。え、右行ったら厚岸、そして、こっちが行ったら浜中町キリタップ岬に行く道がこれ。この辺はもう広くキリタップでいいと思うんですよ。浜中町キリタップでね。そうしてこの橋の下は海なんですよ。川ではなくね。ということは向こうは島だなって思いますね。要するにこれトンボロと言われてるものなんですよね。陸系統というか、その根元がここでもともとつながってたのを切り開いた可能性あるんですね。船の行き来ができるようにね。そうしてこれキリタップ港本港って書いてある。浜中町の中心街がここにあるんですね。キリタップに、まあここは ルパン三世の作者の出身地だってことで、ルパンの宣伝があちこちで見ることができます。で、浜中町の役場がどこかな？ここかな？あ、はい、ここから入ってくる。店もあるんですね。ここは小さなスーパーが、だから魚とか買うことができます。松村ここね、なんかもうやってるみたい。早いな。ここ曲がって上がっていきます。はい。